ローズピアノ、ローズピアノ、ローズピアノは電気式鍵盤楽器の一種、エレクトリックピアノである。日本では70年代までローデスピアノと表記されることが多かった。フェンダー社のフェンダーローズが特に有名で、この種のピアノの代名詞化している。1940年代にハロルドローズ、ハロルドローズによって前線の兵士たちを慰安する目的で発明された。 最も初期のものは航空機のパーツを使って組み立てられたプリピアンというもの。同様の楽器はカワイからトイピアノとして現在も販売されている。これにマグネティックピックアップを取り付け、大音量を得られるように改良した。1959年楽器メーカーのフェンダー社と合弁事業を開始し、以降1974年頃までフエンダーローズの名の下で製品を生産。 販売した。この時期の楽器はロゴにフェンダーの文字があることから、フェンダーローズエレクトリックピアノあるいは、フェンダーローズ、ローデスと呼ばれる。フェンダーによって生産が開始された1960年当初、筐体はクリーム色で、天板は有名なフィエスタレットをはじめとする各種のカラーバリエーションがあり、1963年以降には、セレステやピアノといった新規モデルも追加された。 1960年代には製造が開始されているが、まだ生産数も少なかったことや、非常に重かったこと、ピアノの代用品としてはあまりにもかけ離れた音であったことにより、広くは使われなかった。ドアーズのレイ・マンザレクが低音域32件のバージョン、ピアノベースでベースラインを弾いていたのと、ビートルズのアルバム、レッド・イット・ビー・イーでビリー・プレストンが初期型、 シルバートップ、天板が銀のスーツケースピアノを演奏していたのが最も有名な例だろう。1970年代中盤になってから、それまで多く使われていたアーエーメイ、エレクトラピアノやウーリッツァーなどに代わり、ロックやジャズで広く使用されるようになった使用例を参照。1973年、 ローズのブランドはフェンダーから独立する。もっともフェンダーと同じ CBS 参加であった。1975年頃、ブランド名がローズに変更されロゴマークからフェンダーの文字消えたため、以降のモデルはローズエレクトリックピアノあるいはローズピアノと呼ばれる。1980年代中盤にヤマハからデラックス7が発売され、ローズを模したクリスタルのようなエレクトリックピアノの トーンが人気を博すまでは、クロスオーバーバンドでの必需品ともなった。電子キーボードが主流となった現在もなお、スムーズジャズをはじめいくつかのジャンルで使用されることがある。現在でも、ローズの音を求める演奏家は多く、ヴィンテージのローズを買い求める人は多い。前世紀の生産数は多かったので、プレミア価値は他の楽器と比べて少ないが、一台ごとの性格の 違いが大きいので注意。多くの電子ピアノやシンセサイザーにローズのサンプリング音が内蔵されているほか、サンプリングライブラリーも多数販売されている。また、2006年にはついにローズブランドでの新型エレクトリックピアノローズマーク7が発表された。日本では2009年9月から山の楽器が総代理店としてマーク7の販売を開始した。輸入1号機の所有者は、 山下達郎である。彼のライブ、山下達郎パフォーマンス2010の中で披露された、使用祭の中でそのエピソードが語られた。全国高等学校野球選手権大会の NHK 学校を紹介用 BGM、選抜高等学校野球大会の入場更新曲の演奏に等楽器が使用された。H 字型の非対称な金属性音差の一方の枝を ハンマーで叩き、金棒の電磁ピックアップで電気信号に変換する方式。ハンマーで叩く側の枝はトーンジェネレータと呼ばれ、肩持ち両上で先端は金属棒となっている。他方の枝はトーンバーと呼ばれる、ひねった形状の金属板でトーンジェネレータの振動に共鳴振動する。非対称な二つの枝により鋭い打撃音と長く伸びる減衰音からなる。 独特の音色を発音する。生の音は制限波に近くて特徴をあるすんだ。なおかつアタックの強い音を発生するが、ピアノに内蔵のトーンコントロールの調整や、アンプをオーバードライブ気味に歪ませた時の低音の唸るような力強い音は独特な印象を与える。初期には太い音が好まれ、1970年代後半からは金属的なアタックを強調した。 透明感のある音が好まれるようになる、大のマイピアノという改造モデルがそのサウンドの元祖だった。しかしこのサウンドは、デラックス7など、後発の音源方式で再現され、安く、ローズが駆逐される原因ともなる。いくつかの機種が存在するが、日本では以下の2機種が知名度が高いと思われる。ローズピアノを初めて大々的にジャズに導入したのは、キャノンボールアダレーの、 マーシーマーシーマーシーにおける上ザビヌルであろう。この演奏に注目したマイルス・デイビスは、自らのバンドでもザビヌルに、ローズを演奏させ、それ以降のエレクトリックサウンドにもローズを使い続けた。チック・コリアが初めて、マイルス・デイビスのセッションに呼ばれた際、現場には見慣れたピアノがなく、当時まだ珍しかった、ローズピアノと r m イピアノが置かれていた。マイルスが音色を気に入って取り寄せたのだが、 チックは最初、こんなおもちゃを弾くのかと否定的だったという。しかし、いざ弾き始めるや、その独特な音色に驚き、イマジネーションが一気に膨らんだそうである。ローズの音色は、その後、チックのシグネーチャートーンになる。また、ローズに対する同様の印象を、やはりマイルスに呼ばれた、キース・ジャレットも残している。エレクトリック初期のステージではほとんど使われていないが、徐々に、 ステージにもローズが置かれるようになっていった。またアレンジャーのギルエヴァンスも愛用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。